やったー、お昼ご飯の時間だ。もう4時間目59回もお腹鳴っちゃったよ。今日は給食お休みだからお弁当。お母さんどんなお弁当作ってくれたかな。で、どっちのお米。やばい、これ片方お姉ちゃんのだ。間違えて持ってきちゃった。ってことはお姉ちゃんのおかずだけ。わー、豪華なお弁当。どこが。お米しか入ってないよ。あ、本当だ。今気づいたの。何を見てたんだろう。なんでお米だけなの。お米ダイエット。余計太るわ。もうさくらちゃん相変わらず天然で可愛い。間違えて片方お姉ちゃんのお弁当持ってきたみたいで。お姉ちゃんってまさかあの。どうの。なんか噂でもあるのかな。それは大変だね。私の弁当ちょっとあげる。え、いいの。やった、関節系ありがとう。はい、ちょっとだけど。お米。いや、なんで。お米&お米。お米でお米食べると。お米嫌いだった。違うよ、お米は大好きだけど。じゃあよかった。よくないんだな、それが。お米だけでこんなに食べられないよ。確かに、お茶いる。そこお茶なんだ。流し込むのを想定してる。でもありがとう、もらう。あ、ごめん、今日お茶じゃなくて味噌汁なんだった。こっちの方がありがたいかな。その方がお米食べられるし。じゃあ口開けて。まさかの自覚研ぎ。やけどしちゃう。大丈夫、氷入ってる。なんで入れた。味噌汁に氷。氷嫌いだった。違うんだな、氷は好きだよ。さくらちゃんが一番好きだけど。え、待って、ってことはもしかして今お姉ちゃんはおかずだけ食べてるの。今今気づいた。ラグがすごいね。そうだよ。そんな大変じゃん。おかずだけでお米食べられるのかな。だからお米ないんだって。あとおかずあればお米食べられると思うよ。逆になんで食べられないと思った。だってお箸が。それはあるよ、お箸は持ってきてると思う。まあまあ、お姉ちゃんの方は多分大丈夫だから。それより僕のお米問題よ。ごめん、マコト君、やっぱり私のお米あげられない。え、なんで。マコト君のお姉ちゃんがおかずだけで頑張ってるのに自分だけお米食べちゃダメだよ。いや、どんな優しさ。チャンネル登録するの。おかずだけなんだけど。てか僕はお米じゃなくておかずが欲しいんだ。どうしよう、お姉ちゃんの気持ち考えたら涙出てきた。さくらちゃんすごく優しいんだね。好き、大好き。よし、決めた、マコト君のお姉ちゃんの学校におかず持っていく。いや、そこまでしなくていいよ。てかおかず持ってかないで。おかずでおかず食べることになっちゃう。お姉ちゃんは今どこで何してる。何してるかは分かんない。場所は高校だよ。分かった、待ってて。どこの高校か分かんないでしょ。本当に大丈夫だから。さくらちゃん優しすぎるよ。好き、本当に大丈夫なの。うん、絶対大丈夫。じゃあ切り替えが早い。いいことだね。あの、それより僕におかずくれたら嬉しいなーなんて。もちろんいいよ、トマトでいい。まさかの野菜。もうちょっと塩味あるものだと助かります。塩キャラメルとか。なんで。確かに塩味だけどキャラメルじゃん。塩味のもの。塩味、薄塩。ポテチはいらないよ。今完全にポテチ行く感じ出てたね。薄塩って言っちゃってたもんね。コンソメ。コンソメに行っちゃった。やっぱりポテチ想定してたね。一回お菓子から離れよう。あの、本当に何でもいいんだ。おかずじゃなくてもふりかけとかない？つけて食べるものとか。あ、それならあるよ。マジ？お願い、ちょっとだけもらえたりしないかな。全然いいよ、全部あげる。本当にそれだけでいいの？いい、全然いい、むしろ最高。本当にありがとう、恩人だ。一生尽くします、ワンワン。じゃあどうぞ、パンにつける用のいちごジャム。よし、気合で食ってやろう。やってらんない限界です。ケトケコ白黒つけましょう。お遊びはここまで。ゴングが鳴り響く。 Wow!